見つけたぜ。ここにあるよね。これが登れて、ここも登れて、これで木の上に行けるみたいな感じだろう。てかこのマップさ、俺前にも出した気すんだよな、前回のパートでも。前回のパートでも見たけど、ここにある階段に気づかずにスルーしたみたいな、そんな感じじゃなかったか。まあ見つけられた以上、登っていきたいよね。こっち側は特に何もない。行こう。妖精が住んでるとかだろう。お、BGM 変わった。はいはいはい、なんか楽園みたいなところに着いた。え？あ、よかった、こっからだ。取り返しつかないかと思った。また今の場所探しに行けみたいなさ。これ、何？あ、こうか。ダッシュして、おーおーおおお。青い蝶を追っていくと、アウナスの果実要塞へ行けるわ。これがヒントだったのか。蝶々の後を、テフテフの後を追っていけば行けたってことか。わあ、俺ノーヒントで行ったわ。じゃあ何？毎回、あれか？いや、さっきもあれなんだよな。さまよってて、前回、そのアウナスの果実要塞へ行った方法と違う方法で、果実要塞の方に出ちゃったんだけど、たまたま青い蝶を追いかけてたのか。じゃあここはどうやってくんの？緑の蝶を追っていくとアウナスの果実要塞へ行けるわ。え？あ、そっか、人間を騙すのが得意みたいなこと言ってたよな。黄色い蝶を追っていくとアウナスの果実要塞へ行けるわ。青でも黄色でも緑でもないってことか。じゃあ赤の蝶とか黒っぽい色の蝶とかもいたよね。だからこいつらが言ってるのは嘘だから、じゃあ蝶は関係ないとかか。そもそも蝶自体関係ないとか。白い蝶、黒い蝶ってそもそもいたか。いや多分 いたような気がするんだけど。で赤い蝶を追っていくと、もう全員嘘言ってるってことか。はい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 。ここでヒントを得て、果実要塞へ行きなさいっていうことだったと思うんだけど、で、この妖精っていうのは、あの、見せ物小屋の妖精とも関係してるとかじゃないのかな？なんか、妖精さん欲しいとかって言ってたやついたと思うんだけど、妖精、パーティーのメンバーがすごい少ない状態で、あの見せ物小屋に行ったら、あいつ今上から来てたな。見せ物小屋に行ってたとしたら、あれなのかな、仲間にすることができたとかなのかな。降りてきてるやつに話しかけることできないか。あー、なるほどな。いやでも出口こっちか。ダッシュボタン押したつもりだったんだけど、ダッシュができてなかった。右上の方にもいるじゃん、妖精。あれはいけないのか。あ、待て待て、こうか。こっち行って、上に入って、上にも出口みたいのあった。あるね、これ出口か。わかりにくいよね。このツタ捕まるとかはできないのか。妖精ちょっとこっち来ないか。このツタは捕まれない。ダッシュで、おお！ダッシュじゃなくても大丈夫だったのか。道ができてる。ああ、で、こっから滑落することができんのか。で、他の妖精の意見も聞いておきたいよね。見せ物小屋に私の仲間が連れ去られて人間のこと大嫌いです、みたいなことを言うかもしんないしさ。もうちょっと探してみようぜ。まだなんか進展が、伸びしろが大いにあると思う。はい、で、こっちへ。で、お前は？黄色い蝶を追っていくとアウナスの果実要塞行けるわ。全員嘘言ってるってことだから、やっぱこのメジャーな色の反対側ってことだよな。今んとこ黒とか灰色とかそういうダークな色が出てないと思うんだけどさ。あ、お宝ある。妖精のハープだぜ。妖精のハープどういうアイテム？あー、で、そういえば装備品、今おじさんにファルシウム装備させた。あそこ戻って、武器の開発してるところに戻ってファルシオン開発させて、今新しい妖刀流行っていうロマサガ2にもあった剣発注してるわ。で、術がちょっとだけ上がった。術鍛えて最大術ポイントみんなちょっとだけ上がって、キャンディーが術の伸びいいんだよな。これあれなのかな、魔力のステータス高いキャラ
だと術がすごい使えるとかなのかな。いやだとしたらこれサラパーティーに入れた方がよくねえか。サラを魔法専用にして、いやなんならこれキャンディー、現時点のキャンディー、あでもサラよ HP 低いんだよな。現時点のキャンディーが詩人よりも HP あるからな。いやでもどうなんだろう、サラって完全に魔力キャラか、魔力プラス弓矢だからイーリスみたいな感じなのかな。でノーラ職業職人なんだ。このポーズ面白いな両手横にドーンって開くポーズで、こいつは何使いだ。まあ器用さが比較的高いよね。器用さぶっちぎりで高いから、こいつこそ弓とか使った方が強いじゃないかな。弓と魔力が大したことないのがちょっとネックだけど、おじさんよりも魔力弱いかな。で詩人が結局何なのか分かんないよね。詩人のさ、詩人の技で、あー待って、見切り。あ、もう詩人全部8個覚えてるから何も覚えられないってことか。失礼剣とか、いやいや、封印したいんだけど、どうやって封印したいんだ。封印すら選ぶのか。封印する、押して失礼剣消して、これで、大して強くない技を封印して、峰打ちもいらないか。あー、スタンさせるやつか。巻き打ちは？いや、まあこんなんでいいか。もう技がカンストしてるキャラは、あれだよな、封印させた方がいいわ。ま、間違えた。俺今何やった？え？俺今何封印した？え、俺、なんかやらかしたかもしんねえ。失礼剣？いや、失礼剣じゃない。いや、わかんない。何かを間違えて消してしまった。で、剣技のさ、封印スローを見ないと説明見れないってきついよな。敵を水平に溶乱し大ダメージ、これはしばらく使えるから、この辺も、十文字切りってそうなんだ、十字に敵切り裂くからアンデッドに効果大なのか。まあ、こんなもんでいいか。何の技を忘れさせたのかもう分かんないけど、まあしゃあない。で詩人のさ固有技の歌あるじゃん、あの歌が何なのかを確認したかったんだけど分からんよな。歌も何回か今レベル上げも兼ねて探索も兼ねて歌も歌ってたんだけど、結局進展なかったんだよな。でイベントは生贄の穴の怪物を配置する、これも全く進まない。まあ、HP500 ぐらいまで増やさないとどうにもならんから。でここはここ落ちるみたいな感じなのかな。上には登れないから、もみっきり右ダメだ悲しい悲しいな今の落ち方コントみたいな落ち方してったけど、で、もう一回、妖精の、上のところに行こう。で、階段登りのして、外に出て、今日も、で、コーラを飲みながらやっていく。ああ、うまいね。で、ここの上でもないってないの。全然登れてないんだけど、危ないよね、この階段。ん？なんか出ちゃった。はいはいはい。おお、なんかティータイムしてる。ティーはいかが？お、いただこう。わー、引っかかった、引っかかった。変なもの、え？え？ゲームオーバー？あ、なんだ、こっからか。全然いいわ。妖精どうなってんの？妖精いなくなってるとかじゃないな。普通にいるな。単純に飲んだら、入り口まで戻されるっていう。しょうもないギミック。まあ、妖精の可愛らしいいたずらって考えたら、まあ、許せるわな。これがもし、アケの村まで戻されてたら、もう許せなかったけど、チェ。怪しいよね。こういう、この発言からもう怪しいってのもわかるよね。で、みんな同じこと言ってるよな。んで、左右道あるけど、罠かよ、これ。フェイクなのか？完全に、いけないとかなのか、それとも俺が今単純にボタンの押し間違いみたいな感じで
下キー押しちゃったのかな。下キー押したせいでよからぬ方向に足が伸びて落ちたとかか。いやもう分からんから、まあ右行こう。とりあえず右行って、ああ、ここは道があるね。あ、降りれるってことは、俺単純にあれか、道を十字キーの入れ間違いで落ちたっていうだけか。うーん、じゃあ左側行くか。いや、歩きにくいよね。上キー押さなきゃダメってことか。あー、で、まだ宝箱もある。こいつ、話しかけられない。あれ？こうか。んで、そろそろ一番上の方まで来てるんじゃないの？ツタを登っていくと雲の上の世界へ出られるわ。っていう嘘でしょ、こいつ。青い地を追ってきて、いやーなんか落とされそうで怖いな。落とされて変なところに飛ばされそうで怖い。なんでここにも空に抜ける道がある。みんな同じことしか言わんよな。ジャンプすると空中にある隠れた宝が取れるのよ。絶対嘘だよな。そうだ、俺妖精のハープを手に入れたんだけど、どんなアイテムなのかを確認するの忘れてた。全員の、技術を回復、ラストエリクサー的な感じね。もうそのままヒューンストーンしそう。いや、これ反対側から取るやつじゃないの？あー、まあこっちからはとりあえず取れないと。で、反対側から行って、この低タイムしてるやつを素通り C の、ここで上に行く。はい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 。まあ構造的にこっち側から上登っていくような感じだよな。ここは下にも階段がある。宿屋的な？宿屋になってるとこだったらすごい助かるんだけど、HP がな、低いから、HP じゃない、技ポイントとかが低いから、まあ、低タイムしてる。で、あ、お宝。妖精のハーブ、勝手にいただいていくぜ。で、ここの左はどこ繋がってんの？あ、帰り道ってこと？いや、わざわざここから降りなくてもいいんだけど、ちょっと邪魔くせえな。まあ一応帰りあそこから降りて、もしかしたら違う景色になってるかもしんないから、まあ試すだけ試した方がいいかもしんない。で、お前。みんな同じことしか言わんよな。ここはダッシュ。はい。で、こっち側から行ったら宝箱が取れるとかだろう。おー、なんか広いね。で、ここに宝箱はあんのかな？はい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 、宝を、正面からじゃないと取れないのか。で、妖精のハーブばっかりだな。で、ここの、上。見せ物小屋の妖精あんまり関係ないのかな？これはどこ繋がってんだ？ああ、空き部屋。最上階空き部屋って珍しいな。なんか、花のランプみたいのもあるけど。で、これで一通り探索はしたよね。どっか空に行けるダンジョンがあるぜみたいなこと言ってたけど、あれは確実にホラー話だから、関係ないとして。で、ここの、右下から、せっかくだから降りていこう。いや、思わぬ進展があったな。で、結局あの、アウナスの果実要塞だっけ？あれの生き方、何なのか分かってないよな。黒っぽい蝶の跡を追ってけばいいってことだったのか。たまたま見つけられたけどさ。で、ここで降りる。はいはいはい。で、この場所でしょ？いや、一旦、町に戻りたい、とりあえず。あ、あとあれ。まあ、人権乱されててもいいんだけど、あのアウナスの果実要塞っていうのがもう地図上に表示されてるから、 X ボタンで画面の切り替え、マップの切り替えみたいな、フィールドマップの切り替えみたいなあるじゃん。あれすればいけるわ。だいぶ良心的だよな、そう考えたら。毎回このジャングル辿っていくとかだったらすごい過酷だったと思うんだけどさ。あ、待って、黒い蝶の後、あー、ダメか、こっち道ないのか、そもそも。待って、フィールドマップに、あ、妖精の村もフィールドマップに出てくれるんだ。これはありがたいね。
で、ピドナに戻ろうとしてたんだけど、で、ピドナに戻って、溶湯流行が出来上がってると思うから、一旦それの回収だな。それを回収してから、また船でどっか行けそうなところに行こう。またヴァンガードみたいな殺人事件的なイベントがどっかで起きるのかもしれないね。で、完成しました。持ってってください。この溶湯流行は、どういう扱いなの？威力13か、あんまり強くないな。ちょっと剣の形もあれだよね。あ、でも王剣より強いか。これ丸が書いてんのが王剣ってことか。何なのかよくわかんないよな。まあ、とりあえず溶湯流行を装備させて、さあさらに何か開発してくれ。パルチザン、ハルベルト、まあパルチザン槍も開発してみるか。うん、槍もちょっと開発してみよう。まああと5回ぐらいどっから戦闘すれば勝手に強い武器できてると思うんだけど。で、こいつ いなくなかった？いたっけこんなの。あー、はい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 、買えるの。いやでもお金かかんのか。無料じゃないんだな。ロマサガ2だったら領地開拓すれば無料でもらえたけどさ、いや無料じゃないんならちょっといらないよね。まあ今は何も買わずそのまま港で新しい町を探す船旅だよ。で港着きまして、んでお金は問題なくあるから、あれもでもツバイクとかファルス、ヤーマス行ったことあるよね。ウィルミントンってのを、ウィルミントン行ったことないな。リブロフ行ったことあったっけ。ウィルミントン行ったことないよな。ミュルスとリブロフは、ミュルスは行ったことあるわ。リブロフってミュルスって一番最初の街だよな。リブロフは、リブロフってでも聞いたことあるような気がするんだよな。で、港の感じからしてここの町は来たことないよね。何の町だっけ。ここはウィルウィントンね。これで船で、ピドナしか行けねえのか。だいたいどこの港からでもピドナは行けるけど、あれなのかな、ピドナがその中心みたいになってるのかね。ロマサガ3のちょうどなんか中央線みたいな感じか。でフルブライト紹介は聖王様以来の名門だが最近はいまいちだ。なんとか紹介みたいのイベントあったよな。そういえばヤーマスのドフォーレ紹介は悪どい商売をしているらしい。このヤーマスのイベントも放置してるんだよな。ロビンだっけ、解決ロビンみたいなやついたけど結局何したらいいか分かんないから、意外な人が売買のエージェントをしているものですよ。ここはあれか、酒場的なやつか。いや武器防具屋か。ツバイハンダーとかも売られてるもんな。でもそこまで強くないからな。で S トック欲しいけどね、高いからね値段ね。でこいつは何、魔法屋。ああ違う、銀行か。ここは鎧売ってるお店か。いや買わなくてもまあどうにかなるだろう。やっぱ高いからな。お金がこっちのパーティーが強くなれば敵もお金を落としやすく なるのかな。まあ、それでお金が貯まったら買うことにして、あーんでこっち側は外れで、インは、おー客いるじゃん。私はピドラ。おこいつあれじゃない、今ケーンが頑張ってるってこと伝えれば、ほらほら諦めてないぜ、力を合わせればきっと素晴らしいものができると信じてるんだ。あの若造が立派なこと言うようになりやがって、もう一度目に、おーおーおー、
はい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 。あ、これであれか、防具の開発とかもできるようになるってことか。いや、防具開発にしてみるか。これどうなんの？あ、ここに戻されんの？開発中になってるよね。ヘッドバンド、頭しか、あれか、開発できないのか。まあ一応防具っちゃ防具だからな。なんでこんなところにまた戻されてしまったけど。まあでも一回でも行ってればいけるよね。あれ、あの街どこにあんの？で、ミュルス・ロワーノあるでしょ。ピピ、リ、なんだっけ？リブロフだっけ？スタンレーのあれも やってねえんだよな。ランス・ユーステルム。キドラント・ツバイク。ちょっとフィールドマップのあれだよな。探索できてないところで。一回も行ってないような。場所がどこにあるのかまだ分かってないから、ここも行ってないね。で、横には行けん。さっきの町、どこにあるんだ？これは財宝の洞窟たちだから違う。グレートアーチだから違うでしょ？もうですよ。あ、ウィルウィントンこれか。はい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 。で、ウィルウィントンもう一回戻って、町の下から出てくるの初めてかもしれない。で、宿屋の続きだよ。宿屋の、あ、いなくなってるね。おいっす、女。グループの資金をうまく使うのが買収のコツだそうですね。なんかヒントなのかな、今の。グループの資金をうまく使う。前に倒した、ウンディーネとかボルカノとかも関係してんのかな。これをやめておいて、さっきの、アケの町で勝手に宿泊まったからな。まあ、やりかけてるイベントが中途半端にすげえいくつもあるのがあれなんだけど、ネズミが強すぎて勝てないからな、どうしようもないよね。で、左側とかはない。ヤーマスの同胞で紹介が悪どいっていう話も今まで通りだ。あれじゃあ、リブロフの町ってところ、俺まだ行ってないのかな。リブロフの町ぐらいじゃないの、あと行ってないところって。だから一旦ピドナに戻って、野党の洞窟と、あ、待って、ピドナどこだっけ。野党の洞窟とリブロフの町ぐらいか、今のところ開拓していない場所って言ったらその辺だよね。さあ、もう一回船着き場に戻ってきて、まあ、お金は、アリガネは十分あるから。で、リブロフ。もうこれで完全制覇したぜ。行きたくなーい。キャンディーの母国とかなのかな、リブロフ。まあ、5人パーティーになっちゃった。まあ、サラを仕方なしにメンバーに入れるか。いや、でももしかしたらまたピドラの町に戻れば、まあ、ピドラの町か、キャンディーが最初にいた町に戻れば、仲間なってくれんのかな。メンバーはどうなってる。あ、サラが勝手に入ってる。HP やっぱ低いよね。まあ、ノリはしないけど。んで、セーブ C の、陣形が、あれか、一回でも抜けたら、作り直さなきゃいけないのか、ちょっとめんどくさい仕様だよね。んーで、右側何もなし、左側も何もなし。いや、右側が正解か。はいはい、こういう構造ね。あ、キャンディーの実家ありそうだよな。なんか、うちの娘見たことないかいみたいなこと言われそう。ラザイエフはリブロフ一の商人だ。ヤーマスやウィルミントンの商人にも負けてないよ。あー、なんか解決ロビンのイベント進めた方がいいのか。ここでフラグをいっぱい立てたことによって、ドフォーレ紹介だっけ行ったら、イベント起きるとかなのかな。このハゲは、私がアレクセイ・ラザイエフです。末娘のタチアナが心配です。
このタチアナってのがキャンディーなんじゃないの？違うか。で、上。武器防具開発のやつとか、あれ？あいつそうじゃないの？あの日、イスレスだったら左側のやつ、武器防具の開発の人じゃない。ボリス・ラザイエフだ。うちはニコライ兄さんが継ぐから俺には何も残らないな。ベラよ、ここの長女よ。タチアナとは30以上も年が離れてるのよ。お前は？ニコライ・ラザイエフです。なんだよ。開発の人じゃないのか。紛らわしい見た目しやがって。で、こいつらが、ラザイエフ兄弟？まあ、キャンディーとどういうつながりなのか。30年が離れてる妹がいるみたいなこと言ってたと思うんだけど、あれが、それがキャンディーなのかな。ラザイエフ家は後継ぎで揉めてるようだ。タチアナちゃんどこ行ったんだろう。やっぱそうじゃないの。タチアナイコールキャンディーなんじゃないか。おじさん様、おお久しぶりだな、元気にしてるか。誰これ。はい、ファティーマ様が生きているという噂をご存知ですか。姫が生きている。あ、おじさんの祖国のあれか。諸王の都にいるというのです。おじさん様は諸王の都の場所をご存知のはず。もしも噂が本当なら、あそこは生きている者の行くところではない。ただの噂だ。ぜひ諸王のお都へ。これで地図上にマッピングされたってこと。あ、ピドーな。お前さっきラザイエフ兄弟の長男みたいなやつじゃなかったのか。で、またこれ、はいはい、ここに戻されるわけね。で、これで、これ職人もっと増えるんかな。今度武器開発、いや防具、まあ、鎧とかも欲しいんだけど、まあ、武器の開発頼んでみるか。これで武器開発が2人いることになるぜ。あ、パルチザン開発中。やっぱ戦闘してないからどうしようもないよね。あ、リブロフってここにあるんだ。で、リブロフ戻って、ここの探索の続きだ。で、宿屋は、あ、これ魔法の人か。ああ、魔法の人だな。魔法はいいや。2階誰かいる？まあ、誰もいねえか。まあ、普通は誰もいないはずだからな。人がすでに泊まってるところに、誰か相席で止めるみたいなさ、相席ってか相部屋で止めるみたいなのってあんまりないからな。ルートビッヒはリブロフで力をつけたのに、ピドナに行ったらこの街のことは全く構ってくれなくなった。まあ、ルートビッヒってやつがクソ野郎でおじさんと揉めたってやつでしょ。ラザエフが後継ぎで揉めてる。うん、いや、これは知ってる。で、ここでさっきの情報を得て、ナジュの王宮のあったところに新王教徒は塔を建てているんだ。まあ、その高さといったら俺の背丈の100万倍ぐらいはあったかな。そんな天に昇るような塔なんだな。ラザエフの娘が家出したらしいですよ。これ絶対そうだろ。キャンディーだろ。名前なんつったっけ。アマノフだ、見たっけ。アマノフみたいな名前だったよな。あいつ、キャンディーの本名それなんだ。月夜町ナジュ王国は新王教徒を認めなかった。教徒のリーダーのティベリウスは武器を取って立ち上がった。10年前のハマーアルコンの戦いで月夜町は大敗し滅ぼされてしまったのだ。こういう世界史的なことを話されても、年表みたいなやつとか相関関係の図みたいのないと俺の頭じゃもう整理しきれねえぜ。新王教徒は今度の宿命の子は魔王を超え西王を超えた新王になるのだと言っているわ。本当に新王が現れるのかしら。あー、まあそんなこと言われてもようわからんわ。アクバー峠を越えるとナジュ砂漠だ。危険なところだが新王教徒は死も恐れずに砂漠へ旅立っていく。新王の塔へ行くために。アクバー峠な、前にもなんか出てたよね、アクバー峠っていう言葉。新王教団は宝を相当溜め込んでるらしいわよ。まあ、そこで金銀財宝を手に入れて強化していくみたいな展開になっていくのかな。これで町の外に出れて、はい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 、どっちからでも行けんのか、リブロフ。まあ、右から出たら画面の右の方に出て、左から出たら左の方に出るみたいな。
タチアナちゃん、これか、タチアナっていうのがキャンディーの本名か。キャンディーは今いずこに行ったのか気になるよね。うんで、フィールドマップ見てみるか。今フィールドマップどうなってる？なんか増えた？これで行けるところは一通り行ってるから、なんだっけ、アクバ峠、これがタフタン山だから違うよね。いや、山登りは別にするつもりないんだ。なんか BGM が勇ましいな。他だってハマルーン湖だっけ、なんかどっかに湖があるみたいなこと言ってたけど、ナジュー砂漠って これじゃない？で、アクバー峠がどうのこうの言ってたけど、アクバー峠って別に出てなくない？まだフラグが立ってないとかなのかな？それともこっち側にあるねー、女王の都。これがそのなんとか湖だと思うんだけど、まだ何もフラグが立ってない。これはもうこれ以上左、いや右の下の方行けないから、どうすっかな。なんかいろいろまた選択肢が増えてきたな。財宝の洞窟の財宝はもう荒らしきった後だから、この大陸気になるよね。でウィルミントンの情報も得たし、ヴァンガードの殺人事件のイベントも終わっちゃったし、ヤーマス戻ってみるか。なんかしらヤーマスだっけ、ここだっけ。ああ、解決ロビーの話で持ちきるよ。この解決、あ、え、キャンディー、キャンディーじゃんこれ。お前何やってんだよ。え、捕まえた。私ね、スフレっていうのよ。なんか名前変えで名前変えていきなり仲間になりやがったんだけど、いや、こいつの本名、なんだっけ、あ、アマノフみたいな名前だろ。この町のドフォーレ商会はフルブライト商会やリブロフのラザエフ商会にも負けない商売上手。この状態でさ、船じゃない方法で、この船に乗ってない方法で、船に乗ってない状態でここの、リブロフに行ったらどうなんの？パーティー、あ、この町嫌い。なるほどな。で、どっかの町にランダムで出現するみたいな、そんな感じなのか。まあそれはいいとして、ヤーマス紹介でもう一回情報収集するか。で、時間も時間だから一旦この辺で区切って、裏で、まあ、5回ぐらい戦闘して武器防具の開発を終えてからこの町の探索することにしようかな。ってことで、この辺で終えよう。次回に続く。